昨夜、JR 静岡駅構内の商業施設で大量の水が流れ出て一時浸水しました配管の破損が原因とみられていてきょうも一部店舗が休業するなど影響が続いています昨日午後8時ごろ JR 静岡駅構内の商業施設アスティの飲食店店員から 天井から破裂音がした後、滝のように水が流れ出したと消防に通報がありました関係者によりますとスプリンクラーにつながる配管が破損して水が流れ出たと見られています一夜明け商業施設ではスタッフが片付けに追われていました今後配管の取り替えを行う予定ですが工事のめどが立っていないため 一部店舗が臨時休業をするなど影響が続いています。